FM シガーいいラジオキャッチー。ここで番組にこの方からコメントが届いております。小林愛香さんからのコメント、一緒に聞いてください。いいラジオキャッチをお聞きの皆さん、そしてパーソナリティの杉浦直也さん、こんにちは。お久しぶりです。小林愛香です。ではここで番組から質問が届いていますとのことで、最近の小林さんの一押しを教えてくださいだそうです。そうですね、私が最近一押しなのは目を洗うことですね。最近私目を洗うことにハマっていてですね、あのクチュクチュってやつ目をクチュクチュってやるやつで洗ってるんですけど、めちゃめちゃ目の中に入っているあのメイクのラメだったりとか、あとマスカラだったりとかがうようよと目に見えるので、目に見えて取れるので、もうなんかこんなに目の中にいろいろと入っていたんだっていうのを知れて、もう毎日欠かさず2回やってます。朝と夜とやっててすごくハマっています。ぜひ皆さんもやってみてください。さて、そんな私小林愛香ですけれども、9月7日に配信シングル未来ミラクルサークルをリリースしました。こちらの楽曲はテレビアニメ宇宙なんちゃらこてつくんの主題歌となっています。未来に向かってまっすぐ進むワクワクする気持ちがいっぱい詰まっています。そして未来ミラクルサークルはダンス動画もアップしていますので、ぜひ一緒に歌って踊ってくれたら嬉しいと思います。そして10月から全国12カ所を巡るツアーをスタートいたします。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。滋賀にも会いに行けるように小林愛香頑張ります。応援の方よろしくお願いいたします。それでは9月7日にリリースした配信シングル未来ミラクルサークルをお聴きください。この後もeラジオキャッチとともに楽しい時間をお過ごしください。お車を運転中の方は安全運転でお願いします。以上、小林愛香でした。バイバーイ。小林愛香さん、ありがとうございました。小林さんはね、声優アーティストとして、まあ、声優としてはラブライブサンシャインなどでもおなじみですけど、今日はこの後ね。いやでもコメントの中でこう目を洗うってねおっしゃってましたけども、特にメイクとかされてるとね、汚れ溜まったりとかするんでしょうかね。僕はやったことないですけど、まあもしかしたら自分もね、知らず知らずのうちに目にこうね、汚れが溜まってたりとかするのかなとかってね思って、ちょっとやってみようかななんて思いました。ありがとうございました。